はい、こんにちは。じゃあ今日もみんなの日本語のレッスン18を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはディクショナリーフォーム前に。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。 Example である Person A and B。 I'm a read Person A says、 いつこの薬を飲みますか。 Person B says、 寝る前に飲みます。By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences aloud immediately. I'm gonna show you how to do it. じゃあ、example ね。Person A says, いつこの薬飲みます? Question. いつこの薬飲みます? Question. A says, いつこの薬を飲みますか? いつこの薬を飲みますか? Person B says,寝ます。OK。We have to make dictionary form 前飲みます。で、寝ます前飲みます。Person B says。寝る前に飲みます。寝る前に飲みます。じゃあ、Question 1ね。Person A says。いつ昼ごはん食べます ?OK。Past question ね。いつ昼ごはん食べます ?Past question。A says、ね、いつ昼ごはんを食べましたか。いつ昼ごはんを食べましたか。Person B ね、新幹線乗ります。ディクショナリーフォーム前、昼ごはん食べます。パスト。新幹線乗ります。ディクショナリーフォーム前、昼ごはん食べます。パスト。 B says、 新幹線に乗る前に昼ご飯を食べました。新幹線に乗る前に昼ご飯を食べました。じゃあクエスチョン2ね。パーソンエッセンス、いつお金をします。クエスチョン、いつお金をします。クエスチョン、エッセンス、いつお金を下ろしますか。いつお金を下ろしますか。パーソン B ね、買い物します。ディクショナリーフォーム前、お金を下ろします。買い物します。ディクショナリーフォーム前、お金を下ろします。 B says、 買い物をする前にお金を下ろします。買い物をする前にお金を下ろします。じゃあラストはね、クエスチョン3。パーソン A says、 いつ復習します。パストクエスチョンね。いつ復習します。パストクエスチョン。 A says、 いつ復習をしましたか。いつ復習をしましたか。パーソン B ね、試験受けます。ディクショナリーフォーム前、復習します。パスト。試験受けます。前、復習しますね。復習します。パスト。じゃあ B says、試験を受ける前に復習をしました。試験を受ける前に復習をしました。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で、次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。